三戸屋氏が根拠地とした三戸屋城円形三戸屋氏は日本の氏族の一。聖和源氏満海流氏名の源氏一族を称した三戸屋氏が有名で、この一族は出雲国に住した後に三戸屋を名字とする。伝承によると三戸屋氏は聖和源氏満海流稲氏の一族とされる。満海の彦である源のため公が氏名の守りとして氏名のに下り、 稲を苗字としたこの稲ためタスクが、シナの源氏の祖となった。ため、タスクの孫、幸いタスクは、諏訪部みゆタスクと名乗り、その子孫が、出雲国印主軍の三戸屋里の自等職を得て、出雲に入り、地名の三戸屋を苗字としたことが、三戸屋氏の始まりとされる。上級の乱で幕府側として活躍した、諏訪部助長は、上級3年に三戸屋里の自等職を与えられ、 下校した。鎌倉時代中期になると、北条氏の権力が増大し、多くの鎌倉御家人が、所領のある地方へと下校した時期である。後に、戦国、大名や戦国武将として活躍した一族は、ほとんどがこの時代に、地方へと下校している。三戸屋氏もこの例に漏れず、出雲国三戸屋座と本拠とし、来たるべき、戦国時代に備えたのである。 県務の申請の後の県務2年、足利高氏が武家政権の樹立を目指して、鎌倉にて挙兵すると、足利忠義から、水戸屋市東市府中に軍勢を催促されている。出雲国守護の縁や高さだも、足利高氏に、味方、タスクへも高氏方に属し、延元2年、県務4年には、北陸方面で戦い、 金ヶ崎城攻略戦や美濃国での北畑、秋家への抑えに当たった。その後、縁や高畑は無本により討伐されると、水戸谷氏は勢力を伸ばしてきた山梨の参加に入った。明徳2年の山名光之の明徳の乱では、山梨の参加を離れ、幕府の指示に従って、山梨討伐に参加している。山梨の没落後は新たに死後となった京国高専に、従い、 山梨残党討伐を行っている。その後は、京国氏の家臣となり、守護大の甘氏の強い影響を受けるようになった。応仁元年から始まる応仁の乱では、出雲国主後京国も千清氏は、細川方に組みし、ただしタスクも上落して三名方の柴吉門と戦っている。翌年には、大見国に転戦して、六角氏とも眼下を交えた。 その頃、出雲国では守護大の天子清沙だが、各地の反乱を鎮に圧し、主家の教国氏をしのぐほど権力を持つようになった。そして甘子常久は守護大から戦国大名への道を歩き始める。文明十六年には幕府により、天子常久追悼の命令が下り、三戸屋氏もこれに加わった。一度は、出家を余儀なくされた。 天骨ね久が暴力をもって再起すると、ただしタスクは天骨ね久に基準した。この頃の中国地方の覇者は大内氏であった。永正4年に全将軍や鹿賀議員を報じた大内義雄の上落軍に天腰友ども、三戸谷氏も従ったが、泥沼の戦いを続ける刑の戦乱より、いち早く帰国した天骨ね久は、 吉沖不在の大内領への侵略を開始、大内氏との全面的な対立が始まった。ライタスクは天骨ネヒサに従って、岩見国、秋国を転戦し、多くの軍港を挙げた。このライタスクの着難が苦苦である。天文9年、秋国で勢力を拡大していた、毛利元隣を征伐するため天腰は軍を起こした。 この吉田軍山城の戦いでは、九府も天子方の武将として参加したが、散々の敗北を喫し、出雲へと逃げ帰った。その後、三戸屋氏は、大内氏に降るが、合算戸田城の戦い以降、再度天子氏に従った。天子春久に従って、大内氏の所領を受け継いだ毛利氏とたびたび戦ったが、天子義久の時代になると、九府は、三沢ため、清と共に、 毛利氏に降った。A65 年に毛利氏が出雲への侵攻を開始すると、水戸屋城は山陰と山陽を結ぶ用地であったため、毛利軍の平坦の拠点となった。そのため天子氏の攻撃を受けたが、獅子戸高家や山内高通りの援軍を得て、天子軍を撃退した。翌 A66 年にも、天子方は、宇山久ひ県、牛尾おみゆ立原ひさならに、 水戸矢城を攻撃させたが、知りけている。そして、A68 年の天子氏の本城である合算と打城の攻撃にも小早川高掛軍に従って菅谷口の攻略を担当した。天子氏滅亡後、出雲国では山中高生らによる天子最高軍の活動が活発化した。区府は最高軍に参加することなく、吉川元春に起承文を提出して、 一信なきことを示した。天正元年には、天台座数人問題にも関わり、大木町天皇より、毛瀬岸福弓袋などの使用許可を受けている。その後も、毛利氏の勢力拡大に従い、各地を転戦。天正六年の光月城の戦いにも参加し、天越の最後を見届けた。織田信長の死後に権力を掌握した、橋場秀吉に毛利氏が従属すると、 九夫も、秀吉の天下統一事業に借り出され、九州各地を転戦している。天正十四年に、毛利輝元、吉川広家、小早川隆景の上落に従い、その際に、徳川家康に面会したことが、毛利輝元の疑心を生み、三戸や九夫は、出雲の地を追放される。だが、上落も、家康面会の資料も存在せず、事実は、 家中の統制を強めていたテルモトにより、幼稚でもあるミトヤを我が者とするべく追放されたと思われる。クフは天正十六年にミトヤの地を離れ、京都で陰性した。徳川家康が八千国で主観を進めたが、クフはこれを断り京都四日市で死去したとされる。クフの着難公タスクは毛利氏に仕えており、文禄、慶長の役では毛利軍に属して、 朝鮮で戦った。しかし、本領である水戸屋の回復には至らず、毛利氏を退去して、細川氏に仕え、慶長5年の関ヶ原の戦いでは、丹後国田鍋城を牢城に加わり活躍した。その後、細川氏を退去して、三千国で、紀州徳川家に仕えた。水戸屋隆市多の小助明は、苗字を水戸屋から、本世の諏訪部に戻し、 ミッドヤシは終焉を迎えた。ありがとうございます。